石持草は、盲戦ゴ毛線か毛戦ゴケ属の食中植物。茎醤油には粘液的がつき、これで小石を粘りつけて持ち上げることができるとして、和名がある。また茎醤油が、三日月型から立て形であり、学名及び、英名の由来となっている。地中に5ミリメートルから6ミリメートル程度の開根を、持ち、春先に、根醤用から茎を直立させ、 高さ10センチメートルから30センチメートル程度となる茎からは茎小葉として長さ10ミリメートルから15ミリメートル程度の傭兵の先に幅4ミリメートルから6ミリメートルの三日月型の補充葉をまばらに誤生する同族の毛線ゴケ等と同様に養身または肺縁から生える長い線毛の先端の粘液的で 昆虫等の小動物を粘りつけ、形成運動により包み込んで捕獲し、粘液に含まれる消化酵素にて分解、吸収して養分とする。花期は5月から6月で、茎の上部、または頂部に、相乗果女として2個から10個の白色の花をつける。花弁は6ミリメートルから8ミリメートル程度、花弁は5枚で高頭卵形。午前10時頃に開花し、午後には閉じる。 夏季には、寝せ草が枯れる。花が終わった後、広大円形の種子を持つ休憩の果てをつけ、夏以後は開墾による休眠に入る。本種はオーストラリア及びニュージーランドから熱帯及び温帯アジアに広く分布する。日本国内では、日本型オウィーが関東地方異性の本州、四国、九州、沖縄の比較的乾燥した湿原及び、 栄養の乏しい荒れ地に生育する。園芸目的で栽培される。ドラオースラペルトタザー UCN レトリストーブ、セレットンドスピーシーズ石持草愛知県、レッドデータブック、久し広信、三野草の名前線がよくわかる、図鑑主婦と生活者、2010年、18ページ、ISBN 978から4から391138498。ありがとうございます。